上内ボーディの戦いは、1648年4月29日から5月16日にかけて、ウクライナの上内ボーディ周辺で、ボフダン・フメリニツキー率いるザポロージャコサック、クリミア反国同盟軍と、ポーランド・リトアニア共和国政府軍との間に行われた合戦である。1648年の初め、ボフダン・フメリニツキーが軍勢を集めて、 反乱の準備をしていることを知った、ポーランドリトアニア共和国政府は、ミコアイポトツキとマルチン・カリノフスキの率いる、在ウクライナ政府軍にフメリニツキーのコサック軍を鎮圧するよう命じた。しかし、政府軍は、寒さのため2648年の春まで進行できず、その隙に、フメリニツキーは、ウクライナの南方の隣国であった、クリミア半国と同盟を結び、 クリミアタタール人からの援軍の役場を取り付けた。1648年4月、政府軍の司令官たちは、貴族の諸部隊の到着を待つために、コールスニチョあたり日本人を据え、ミコアイ・ポトツキの子息、ステファン・ポトツキが率いる1万人余りの先税を、フメリニツキーの根拠地へ派遣した。先税は、4月29日に、上内川のあたりでフメリニツキーの8000人の、 コサックと1500人のタタール人の同盟軍と衝突した。コサックタタール同盟軍が優勢であったため、政府軍の先税は速やかに陣地を要塞化し、そこに牢上して和平交渉を望んだ。しかし、交渉中に先税にいた政府側の1000人余りの登録コサックは、同盟軍にいた同胞のコサックへ寝返り、交渉は中断してしまった。5月15日の夜、 先勢は、コサックの軍の包囲を突破して脱出しようと、試みたが、翌日にクニャージバイラークイという谷で、コサックタタールド名軍に包囲され、コサックの鉄砲隊と砲兵隊の射撃によって、壊滅した。戦いの最中に、政府軍の大将ステファン・ポトツキは討ち死にした。捕虜となった、ウクライナ系の政府側の軍人は、フメリニツキーに投与されたが、その他の捕虜は、 タタール人の獲物となり、奴隷としてクリミア半国へ送られた。フメリニツキーの乱における初めての戦いでもあり、合戦は同盟軍の勝利に終わり、反乱の拡大をもたらした。英語で、A ・ジョブティボディと呼ぶ場合、川の名前ではなく地名の方を指すというように使い分けている。ありがとうございます。